どいいと思うけど、うちの配信なんかよりサニさんの。でも関西の人は関西の人どうなんだろうな、あんま好きじゃないんかな、どうなんだこういうのな。まあ僕はそのだから沖縄に住んでて、沖縄の人が例えば配信してるとして別に見ようと思わんもんな。関西の人の配信と沖縄の人の配信どっち見たいか言われたら、関西の人の方がまあ見たい。別に関係ないだろ、関西の人に関西の人の配信あるよっつって進めんのもちょっと別にだろ。挟めたら一番でかい。いいんじゃないこれ、めちゃくちゃいい。マガジンを交換する。ドローンを使う。ちょっと失礼します。どいて。コンカッション準備よし。あー失礼。あ、壊れんかった。全然ドローンね。どこにいんのって、これ左か右か。後ろ見た方がいいな。後ろの車線が通る。ほら後ろ落としてる。ああ今日はマジで弾が、あ、奥行きました今絶対。ってなると敵は残り一人。ちょっと待って。まだまだ。ああちょっと早かった。そうなるか。うわ見えない。音鳴らします。あと15秒。マガジンを変える。作動中。あー、オッケーオッケーオッケー。これね、なんか体力5で前出ないで引いて解除待つパターンと、前出て味方と確実に 2V1 作るパターン、どっちある？この2択。もう絶対これはね、2択でしかないと思うから。むずいよな、マジで今の。普通に考えたら、2V1 作るのが確率高そうだけど、って言いながら今答えちょっと思いついたわ。でも、さっき答えもう分かったって言ったじゃん。一番確率を考えるなら、爆弾を確保しろ。とりあえず 2V1 作りに行って、で、味方が死んだら引く。で、自分が死んだらもう、あとは味方が、逃げれるか、カバー入れるかのどっちかだから、多分味方はそんな難しくないと思うよね。だからこっちが死んだらさ、あ、今のうちに、引けるみたいな感じで、あのテルミア、引けるし、逆に倒せる位置で、まあ、僕が死ぬのを見てたら、カバー入れれると思うから、自分が死んだ場合はもう味方が解除待ちかカバーどっちかしてくれる。で、味方が死んだ時はカバー入れる位置あるんだったらするけど、わざわざ無理せず引く、引いて解除待ち。これじゃない一番確率なの。あ、確率高いの。だから順番としてはまずは 2V1 作るが先で、それが無理そうならもう迷わず引いて解除待ち。いや、最初から解除待ちっていう選択肢よりは、まずは 2V1 を狙う。もうこれだな、答え。突入5秒前。
パルスいるのか。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。でもなんかちょっと遊撃してたよな、さっきパルスしてたね。モームってよりなんかバーぐらいまで。確かにブルーブルーにブルー仕掛けとくか。これここハイドしてる。ベッド文字見とこうか、カメラ。カメラ、刺されたやばい、ごめん、出てきてる。カメラ、刺されたあー、なんかもう早、展開が早すぎて今ボム中2ね。これ、L 字カメラ置いとくさないさ。はい。で、ボムちょっと見ようなそれ、ブルーバイルかも。ここあれ置いてあるか。ブルーバーパルスいるわ。え、とりあえず A ボムと B ボムとブルーバー。え、どういった。このやつ A、B、ブルーやって。これである程度主要な場所は地方あるよ。はい、ロビー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 ヤマピンロビーブル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 今ブルそれフック上がったブル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 上がった。3番ピン人ナイス。上がったの死んだよ。あとボム中だよ。アリバイは。あ、一人サーバーサーバーセキュリティセキュリティセキュリティにいる。メインロビー側ね。一人。お手は見てる一応。B ボム側2。俺この下から抜かれたもしょうがないの。ディフューザー作動中。何としても。外でってロックで勝ち。あ、向かってる向かってるそっち。危ない。ああ心臓飛び出る。上来たら分かる。あ、分からんのかも。分からん。ごめんなさい。すげえ飛び出し。まだ会場と聞こえるまで見ない方がいいかも。解除解除解除してる解除してる。あれ俺が見るってことか。もう任せてたわそっち。逃げたわ。ナイス。マジでけえ。感謝。感謝。っていうかね、もうそもそも僕はね VTuber 無理なんすよ。その演じるとか声作るみたいなのもうマジで無理なんで。攻撃に備えろ。もうそもそもできない人間なんで。おい、ここをスキャンできるやつか。10秒前。どっからだ。突入まで5秒。出た出た。敵部隊が爆弾を。こういう飛び出しもさ別にストレスでいっかって なっちゃうよな。パルスじゃなくてソリスでいけるかみたいな。心拍センサーを起動した。あれ見ちゃった。捜索中。アタス見ちゃったよ。
エースかな。あ、ドローンみたいなもんね。敵部隊が一人残っている。やめたか。ここ敵に見つかった、引き返せ。おお、ナイス飛び出し。ミッション成功だ。端っこかな。あ、こっち側に逃げたんか今。おお、爆弾を発見した。移動して爆弾を解除しろ。あ、フェルミーが、あ、でも去っちゃえるからいっか。どうやってズームするんだっけ。あ、ごめん、なんでもない。また置いたよ。あ、なんか左行ったな。そこ見えないのよな、意外とな。あー、右か。味方が制圧された。俺さ、マジで弾速人ぐらいしか出てなくない。マジで当たったと思ったら毎回当たってないんだけど、逆にあ、外したみたいな時に当たったりするんだろう。なんかこれあれだ、もうあれか、盾持ってないんだ。遅いよ。僕なら当たってるのに、セーフに思います。ちょっと困るな。BF の方が弾速やばそうだよ。激遅。BF の SR マジで使いまくって、大好きなのに CG の SR はもう一生好きになるよ。壁を補強する。あと5秒。爆弾の見張りを強化しろ。敵部隊はディフューザー。おお、全部締めか。シールドの展開。ラグなんですかね。いやー、ラグだったら他の銃もそうなりそうじゃない？なんか狩りだけなよな。マグネットが守ってくれる。防衛線を設置。カピタン？これロビー壊れてたらブラバじゃない？あ、なんだろう、今のゾフィアかな。雰囲気はゾフィアだったけどな。通れるようにしたいな、やっぱ。
ゾフィアか。僕だから向こう行っとくか。窓外？ちょっと一回飛び出すか。守りを張る。マガジンを変える。なんかずっと吸ってない？どこ行ってんのか。位置がバレた。ナイスマーク。最後に来たのあれ誰なの？ブラバ？